五輪2連覇どころかパリ行きの切符獲得に機信号が灯った。堀米は16日のパリ五輪予選シリーズ、スケートボード男子ストリート予選通過ラインの16位にわずか0.07点及ばなかった。最大3枠の出場権争いで、日本勢4番手から挽回を期した大会。予想外の結果に呆然とし、ちょっといい滑りができなかった、と言葉を絞り出した。写真。 金メダル候補堀米優斗自分にはスケボー歯科東京五輪への重い20年45秒間に技を連発するランを2回滑り1回目は全ての技に成功手応えはあったものの思うスコアは出なかったと81.88点ライバルの日本勢が85手前後の高得点をマークする中高難度の技を用意した2回目は焦りもあってか別のところでミスをした 切り札を出す前に乱れ、44.03点に終わった。世界最高峰プロツアーのストリートリーグや X ゲームでは優勝して存在感を示す一方、五輪予選は第2戦で予選落ちし、7試合で3位が最高と制裁を書く。白井、根付、小野寺の上位陣が今大会で好成績を出せば、さらに窮地に追い込まれる。五輪予選は残り1試合。 本当にきつい状況だが頑張りたいと焦りがにじんだ。